皆さん、こんにちは。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日も明日の礼拝に備えた修一礼拝の木葬を共に始めていきましょう。この修一礼拝の木葬では明日の日曜日の意味や聖書の分かりやすいお話をいたします。どうぞ気軽にご参加ください。では最初に明日の聖書箇所につながる賛美歌を一曲歌いましょう。 賛美歌21をお持ちの方は賛美歌21をご準備ください賛美歌21の478番「どんなものでも」をともに歌いましょう一節と四節1節と4節をともに歌いましょう そ 去りゆく主キリストに私が出会うその喜びは永遠に 明日は聖霊降臨説第13手術オーディナリータイム年間の第20手術となります今日もイエス様の言葉を私たちはどのように受け止めていくのかということを考えさせられるそんな聖書箇所となっていますそれでは共に聖書を開きましょう聖書の朗読はマタイによる福音書15章 節節から28節までです新約聖書の30ページですマタ、ま、によって記された「主イエス・キリストの福音」「主に栄光」イエスはそこを立ちティルスとシドンの地方に行かれたすると その地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を哀れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで、弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。 イエスは私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになったしかし女は来てイエスの前にひれ伏し主をどうかお助けくださいと言ったイエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると女は言った主をごもっともです しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願いの通りになるように。その時、娘の病気は癒された。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。 では今日もこの聖書箇所につながる絵画を一つご紹介しますはいこちらですこの絵画は18世紀のフランスの画家ジャン・ジェルマン・ドルウェという方が描いたキリストの足元にぬかずくカナンの女性と名付けられた絵画ですイエス様の足元にまぬかずいているこのカナンの女性の姿そして このその女性を振りほどいて話を聞こうとしていないイエス様の姿が描かれていますあまりこういう形のイエス様の姿はもしかしたら見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、よく見るとこのイエス様なんとかして,やしてくださいとイエス様に語っている弟子たちの姿も描かれていますねこの女性の姿そしてイエス様の姿 またた弟子たちの姿このそれぞれの姿がとても印象的に描かれているそんな絵画でもありますそれでは共に今日の歌所を見ていきましょう「福音書」にはイエス様が多くの人たちの病気を癒したり悪霊を追い出している場面が記されていますがその中でもこの「 異邦人を癒されたという話は、まあ、意図的に違法人を癒されたという話は、まあ、今日の箇所とあとマターによる福音書では8章に記されている「百人隊長のしもべの癒し」の2箇所だけとなっています。思い返せばイエス様が初めて出会った違法人はクリスマスの時に駆けつけた、まあ、東方の博士たちでした。 博士たちはイエス様に黄金入興持役を宝物として捧げましたがこれはそれぞれこのイエス様の栄光そして神聖は神であるという神聖ですねそして受難を暗示するものでしたまあこのように聖書に登場する異邦人というこの人々の姿は このクリスマスの出来事の3つの捧げ物と同じように神の栄光とそして神の神聖そして受難を暗示する存在として記されています今日示されているこの異邦人の花壇の女性の姿も同じようにイエス様の受難と神の国の完成を暗示するようなそんなものでありました イエス様が最初彼女に対して沈黙を貫きますがその姿は十字架に向き合うイエス様の姿を示していると言われていますこの花壇の女性の子供はイエス様によって「あなたの信仰は立派だあなたの願い通りになると語られて癒されました」こののように、異邦人の救いとは、 単なる付け加えのようにこのイスラエルの民の、まあ、プラスおまけみたいな形で取りなされるのではなくしっかりとイエス様から見つめられて与えられたものなんですそれも付け加えではなくイエス様の十字架と死を通して与えられたものなんです私たちもまた日本に生まれた違法人です 共に救いを求めつつ、神の国の完成を目指して、歩んでいきたいと思います。それでは、共に主の祈りを祈って、この会を終わりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。 我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを心みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン皆さんの上に神様の豊かな祝福があるように祈ります父こと子と精霊の祝福が あなた方一同の上に、豊かにありますように。アーメンこれで、手術礼拝の目送を終わります。ありがとうございました。ではまた、明日の礼拝でお会いしましょう。